さて、先を急ぐとしよう。勝利だ。さすが。一歩前進だ。さて、大したことないな。お、シャドウ発見。Thank you.
ことが放っておくな。嫌い。覚悟しなさい。すごい、敵2体撃破だ。行くぞ。くらえ。残りは1だ。フォックス、もっとだ。何する気だよ。順調だ。このまま行こう。みんなお疲れさんだ。何かご用ですか？囚人を正しき道へ、新しく生まれ変わるのです。防具になるようだぞ。さあ、合体です。貴様では扱いきれない。可もなく不可もなくといったところですか。辿るべき道は、これでよいのか、これでよいのか。
さあさあ選べ。探りましょう。今のあなたに必要なものなのですか。継承するスキルを選ぶのだ、囚人。かなりの力を授かって生まれ変わるといい。よし。これで良いのか。継承するスキルを選ぶのだ、囚人。これで良いのか。すぐ技能を選びなさい。やめるのか。ジュスティーヌ、お前の登録を行う。登録するのですか。剣を執行するので探りましょう。可もなく不可も。継承するスキルを選ぶのだ、囚人。いくらかは力を…なるほど。よし。これで良いのか。継承するスキルを選ぶのだ、囚人。新たな力を授け二人とも始めるのだ。邪魔では扱いきれない。可もなく不可もなくといったところですか。継承するスキルを選ぶのだ、囚人。新たな力を授かることはない。生まれ変わるといい。やめるのか。終わりですか。
お前の担当だ。閲覧なさい。このペルソナですね。これですか？これです。憂鬱な音、これですか？このペルソナですね。これですか？このペルソナを引き出すのですね。ではお持ちなさい。終わりですか？せいぜいあがけよ。でもまさか双葉の母親の件が町を騒がしてる事件につながっちまうとはな。こいつはほっとけねえな。同じ力を持っていながら我が輩たちが避けてきた廃人化をわざ実在すんなら誰に止められる？我が輩たちだけだ。面白くなってきやがったぜ。新人も入ったことだし、ここらで我が輩もベテランの凄みを見せてやらんとな。
どうだ、うまいか。はい。そんなにがっつくな、誰も取らねえよ。言わんこっちゃね、お茶飲め、お茶。ほれ。トイレか、トイレはあっちだ。忙しいやつだな。昔はよくあいつの母親と3人で飯を食いに行ったもんだ。懐かしいな。そんなことがあったことすら忘れてたよ。あ、危なかった。死ぬかと思った。さて、仕切り直すか。まだ食うのか。もうお腹いっぱい。お手上げだ。どっちだよ。ちょっと便所行って会計してくるわ。大将、お勘定。あいよ。中学の入学祝いでお母さんと宗次郎とお寿司を食べに来たことがあるんだ。あのお寿司美味しかった。今日のもなかなかだったぞ。また3人で来たいな。今度はいつにする？お母さんにも食べさせたかったな、今日のお寿司。お母さんのこと明らかにしたい。廃人化させたやつを私は許さない。そんなわけで協力よろしくな。12万。嘘だろ。寿司より無理そうだね。待ち合わせはここなのか？いない。近くを探してみろ。一人？どこから来たんだ？おい、あれ。家で？どうしたの？まずいんじゃないか。どうする？とりあえず交番まで来てもらおうか。君は？おい。
友達、ご家族のこと？本当だろう。わかった。双葉、どうしたんだ？すまん。海で克服できたと思い込んでた。ダメだったのか。パニックった。知ってる人はいなくて、心臓がドキドキしてパンク。一人怖くて動けなくなってうずくまった。そしたら周りがざわざわして警察まで来て終わった。困った時はこいつに連絡しろよ。連絡？うん、これくらい近ければ落ち着く。このままでいいだろ。それじゃゲーム一本買えないとは。不覚だ。双葉、でもこいつと一緒なら外にも出られる。ひょっとして必須アイテム？頼む、私の外出必須アイテムになってくれ。代わりにこれまで以上にナビ頑張るから。取引成立だな。怪盗団の情報収集能力には私たちも感心しているの。高度なハッキング技術でもなければ到底成し得ない離れ技だってね。誰の仕業？我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、忍者のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし、決まれば行くぞ。お、どこに行くんだ？ゲーム買う。さっきまで泣きわめいてたくせに。必須アイテムが手に入ったからな。クリア条件は揃った。必須アイテムじゃなかった。二人とも行くぞ。帰ったか。え、帰るわ。
囚人、主よりお言葉だ。また新たな仲間と契約を結んだな。これはまた変わった力の持ち主だ。その力はお前たちを族としてさらなる高みへ導くだろう。心配するな。お前は着実に目的の成就に近づいている。その証拠というわけではないが、今のお前にふさわしい新たな力を与えよう。これよりお前の物語は大きく動くことになるだろう。これまで以上に力を磨き、来るべき時に備えてくれ。期待しているよ。よし。ではまた。時間です、囚人。戻りなさい。お、制服。意外と似合ってる。双葉のやつ、朝方の生活にするんだと。健全な作戦行動は健全なライフスタイルからだ。作戦？続いて今しがた入った速報です。連日世間を賑わせているいわゆる怪盗団事件、騒ぎの大きさを受け、総理大臣が官邸で記者団の質問に答えました。近頃怪盗団と俗称される集団の噂があることは政府としても承知しております。
現在警察等が事実確認に努めており、適切に対処してまいろうと。総理まで怪盗団かよ。正義の味方だからね。改心ね。本当なのか。いよいよ我が輩たちも全国区だな。野心はあってもクールにか。それ我が輩から盗んだんだろう。例の事件の手がかり早く掴んで我が輩らで解決してやろうぜ。双葉のためにもな。お前ら本当に仲いいな。そろそろ行かねえと遅刻するぞ。お勤めご苦労。やっぱ怪盗でしょ。私思うけど夏休み短すぎない？どんだけ。ルーム始めるわよ。休み明け早々ですが、来週からいよいよ修学旅行です。あ、そっか、そうだ。学生はいいわね。1ヶ月も夏休みの上に、それとは別口でハワイなんて。くれぐれもハメ外しすぎないでね。はい、静かに。ホームルーム終わります。修学旅行か。やっぱその間って解答でき。高牧さん、英語を話せるんだよね。一応ね。すごい。向こういたから普通だって。ねえ、わかんないことあったら英語聞いていい？え？
一人で来たの？下校の早かった俺が拾いに行った。気がましいお稲荷だ。さて本題だ。これからどうするよ。待て。それもそうだが、例の認知世界の悪党とやらはどうする？さて本題だ。これからどうするよ。また大物狙うか？いるのはもう確実でしょう。しかも廃人化を引き起こしてる犯人、放置なんて絶対許されないわ。つっても手がかりねえんじゃなけどさ、俺たち今めっちゃ人気じゃん。学校も怪盗団の話で持ちきりだし、テレビで見ねえ日もねえってくらいだぜ。このビッグウェーブ来た感、やばくね？確かにね。怪盗お願いチャンネルもランキングとかすごいことになってるし。これか？お、なんだこれ？1位がどんどん入れ替わってる。マウで投票されまくってるからな。こいつら狙ってきゃ、さすがに1回くらい大金も入んだろ。お前だったら何に使うよ？痩せ我慢とか別にかっこよくねえし。双葉はいいの？お母さんと関係あるのに。くない、そいつは必ずぶっ飛ばす。廃人化の犯人、よく考えりゃこれ以上の大物もいねえ。もしこいつを改心させて自白が出れば、俺らマジ天下取れんぜ。そん時はいっそ正体明かせ、モテ期来ちゃうんじゃねこれ。そんな顔出しとかあり？そうか、真犯人の自白が出れば異世界の存在も知れる。不審に隠れ続ける必要は。ちょっと目立つためじゃないのよ。正体不明は怪盗の美学だぜ。これなら実際とんでもねえ騒ぎ来るぜ。廃人化の件は本当に当ては何もないのか？姉の新島が確か調べてるんじゃなかったか？だけど、根掘り葉掘りは聞けないよ。首を突っ込むなって怒られるだけ。聞けないならデータ引っこ抜く？その人、私物のパソコンとかある？まさか。私特製の仕掛けが入ったストレージ、貸すよ。ぶっ刺せば内蔵ハードのデータ丸コピー、 OS の赤パスとか関係なし。ただ本人のパソコンに直接ぶっ刺す必要あるけど、できそう？お姉ちゃん
ノートパソコンを持ち帰ってくることはあるけど、そこまでするのは。お、またなんか双葉がすげえことやんの？姉の本音を見てしまうのが怖いか？そんなことない。わかった。ね、週刊誌に私がですか？鴨志田先生の件については観光令を敷いたはず。待ってください、どうか猶予を。怪盗団の尻尾は必ず掴みますから。先生のお力がなければここまで私は。ですから、どうかどうかどうかお願いします。さて、
ったく。さてと、よし。